おはようございます、釣り子 TV です。6月13日は釣り子 TV の誕生日っていうことで、自分へのね誕生日プレゼントを仕入れてみました。こんな感じでね、まあ釣りに関係あったりそれ以外にもっていう感じのものなんで、まずはね開けてみたいと思います。レッドオードって書いてありますよね。じゃあちょっと早速開封。いやーちょっとねこれはね前から導入どうしようどうしようって思っていたものをこのタイミングで導入。はい、こういう感じでね、製品マニュアルが入っていて、で何を買ったのかと言いますと、これねじゃ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 ーん、バッテリーてれれれてれーってねよーし、あっおぉじゃじゃーん、はい、レッドオード 12.8V 50A ということで、リチウムイオンのねバッテリーを一つ手に入れてみました。っていうのもですね、自分結構バス釣りだと 24V のエレキを使ってねレンタルボートで釣りをすることが多いんですけども、仕事ではね結構山奥にゴムボートを持って行って、それで 12V のねハンドコンとかね使って仕事をすること、まあ釣りをしたりもね、多いんですけども、そんな時にやっぱもう鉛のねバッテリーがどうにも重くて、でやっぱりこう誕生日を過ぎるごとにどんどん体がこう劣化していくんですよね。前はひょひょいってね、鉛のバッテリー2個ぐらいね持ってね、階段どんな長くても上り下りできたりしたんですけども、最近もうめちゃくちゃね腰が痛くなってきて、で周りのね先輩とかがリチウムイオンのねバッテリーひょひょいと軽くね使ってるのを見て真似してみたいなと思ってね、でもねまずね 24V いきなり買うっていうのはあれだから、このね Amazon で非常に評判の良かったレッドオードというところの 12V のねバッテリーを手に入れてみました。これでねまあハンドコンとかその他ねいろんなことに使ってみて、まあ安全性というかですね具合が良ければ、実際 24V 高い方のモデルも購入してですね、それで釣りに導入してみようかなということで、まあね 12V 結構使うんですよね、その巨大なゴムボートを膨らます時のね電源に使ったりとか、あとはまあもうエレキそのものをね動かすために使ったりとか、はたまたね結構車中泊で最近琵琶湖とか行くことが多くて、そんな時にインバーターつないでですね充電ね 100V に変換して、それでですね充電できたらいいなと思って、結構ね今ガソリン代もめちゃくちゃ高くなってるんで、車のねエンジンかけっぱなしでまあ車中泊とか充電とかするとね結構ねガソリン消費しちゃったりとか、まあエンジンかけっぱなしもどうかなということで、そういう車中泊の時とかに使えるような予備電源的にもね使えないかなと思って、この 12V モデルね、これにまあインバーターつけて、まあ編集用のパソコン充電したり、あとね YouTube やってるとねめちゃくちゃね充電必要になるんですよね。まあ使っている GoPro の充電であるとか、まあ先ほど言ったパソコン、あとはね携帯電話もね結構いろいろ使うじゃないですか、充電したりとか、あとはね自分ディーパーとかねそういうの使ってるんで、そういうの充電したりとか、インバーターにつないでそっからこういっぱいね線を引っ張って、それでね一気に充電したいななんていう時に、車の電源ではなくてこういったものでねサブバッテリーを作っておいて使えたらいいななんていう風に思ってね、入手してみました。で今こうやってね持ち続けてるんですけど、ありえないぐらい軽いですね。12.8V で 50A って、なんだろう、鉛だともう何キロだろうっていう感じだけど、もう本当、ふいーってね、持てちゃう。ね。これで、そうだなぁ、トスラッパラとか、そんな大きくないダムだったら、ハンドコンエレキとこれだけひょいって持っていって、で、セッティング素早く行って出船なんていうね、そんな使い方もできるなぁ。ちょっとね、思いのほか軽いので、
いやーこれはマジいい買い物したなということで、ついてるのはねこんな感じですね。はい、ここにねまあプラスとマイナスの端子があるので、そこにつけるこれはねネジですね。 M8 のネジですね、これはですね。あとこのキャップね、まあ、ここら辺の接続方法とかも不意にあんまりね触らないでいいように何か便利なものをねちょっと、備え付けてみようかななんていう風に思うんですけど、基本的にはまあこのキャップを取って、でこのネジをこういう感じで、はい、まあ基本的に中に入ってるのはこれと説明書、あとねこれをまあ使ったら充電する充電器が必要ですよね。はいね、充電器の方も開けていきたいと思います。はい、こういう感じで、レッドオード専用のですね充電器ですね、これも開けていきたいと思います。これが充電器ですね、よいしょ。で製品マニュアルが、ついてきまして、非常にですね製品マニュアルももちろん全部ちゃんと日本語で非常に分かりやすい仕様となっております。でこういう感じでアンダーソンコネクターで接続する感じですね。ネットでね本当非常に評判が高くて、でなんかこのバッテリーですね、これ結構太陽光発電した電力をそれを蓄えて、それでもってなんかこう家用の蓄電池として使おうとか、そういう動画ねいっぱい出ていて、それで見てね、あこれはそういう人たちがすごいねいい感じでレビューしていて、なおかつ安全性も高いみたいな感じでね、書いていたので、ちょっとこのリチウムイオンデビューどれにしようかなと思ったら、これレッドオードってねすごいいいんじゃないかなと思って、まああとはこれ、まあ自分はディーパーとか使ってますけど、昨今のすごい電力が必要な魚群探知機とか使う人なんかはね、こういうバッテリー結構探してるんじゃないかなと思って、はい、繋いで、でバチッとならないようにこう安心ですね、こうアンダーソンコネクターで、充電開始ね。これでまず充電して、それでこれが緑ランプになったら充電完了のはずなの で充電してる間にこの説明書の方もね見ていきたいと思いますね。こういう感じでね製品マニュアルで、まあ、長期保管するときの、まあ、やっぱリチウムね電池ねちょっと怖いなっていう人とかもいると思うので、ここら辺のやっちゃいけないことリストとかねあるので、そこら辺はしっかり見てもらう。で製品マニュアルね、これもねすごいね、あー分かりやすくですね訳されているので、5年保証がまずついているんですよね。でまあ基本的なところで、その高渉電圧が 12.8V だよ、転角容量が 50A だよということで、エネルギーがですね 640W、準備できますということでね、これはもうかなりねこのサイズ感にしたらね、ほんとありがたいなと。これの鉛バッテリーで用意すると何倍ぐらいのね、重さになるんだろうっていう感じなので。で、3ヶ月前に、リチャージしましょうね、というような説明とかですね。まあ、バッテリーの詳しい説明ですね。まあ、こういうところもね、しっかりと書いてありますので。で、今回ね、このバッテリーが、リン酸鉄リチウムイオンバッテリーということで、リン酸鉄のね、バッテリーね、これが非常に安全性が高いよ、というふうに言われていて、バス釣りなんかだとリチビーとかがね、すごい有名ですよね。あれにもね、安全性重視で、こう、リン酸鉄リチウムイオンバッテリー、ね、リン酸鉄が使われているんですけども、それと同じね、中身のね、システムでできてるよって、この中に、まあ、簡単に言うとコンピューターみたいなものがあって、で、それで調整して電気を供給してくれるっていうね、こういう施設、直列並列接続もできるんだよな、繋げられるよっていうこと。じゃあこれ
2個手に入れれば 24V もね使えちゃうよな。まあね、これ 24V のこれぐらいの大きいやつもあるんで、まあそれ買えばいいんですけども、ただまあちょっとした釣りとかだったら、直列 OK だよっていうことだったら、それでバス釣りのエレキもやってみようかな。まあそんな感じでこういろいろな詳しい説明がですね、書いております。はい、というわけで充電中で失礼いたします。 Amazon で評判の良かったリン酸鉄の安全性の高いリチウムイオンバッテリーですね、誕生日に 12V のモデル導入してみたので開封してみたよっていうことで、この後ねこれを使って、そうですね、まあ 12V のハンドコンとかでトズラッパラとかで釣りでもしてみたいな、亀山ダムかな、まあね、こんな感じで使いましたよっていうね、どれぐらい使いましたよみたいなのを動画にまとめていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、というわけで釣り子 TV でした。また会おうぜ。